女性の視線を自然と奪う。モテる男はあそこが揺れる。ちょいワル親父のバイブルレオンがこの秋おすすめのファッションとして揺れを取り上げています。動物が揺れるものをつい目で追ってしまう狩猟本能は男女ともに人間にも当てはまること。そこでその習性を利用しモテに近づくファッションのパターンを記事では紹介しています。まずは揺れるアイテムとしての秋口のコート。狙うは軽量で風になびきやすいナイロン。白ニット、スラックス、スウェードシューズを合わせれば風にふんわりなびく様子が品よくエロい。さらにスカーフを加えて揺れをマシマシすれば女性の視線をぐっと集めること間違いなし。またベルトの剣先が垂れるほどのロングベルトも今季の重要なアイテム。レオンもやっぱり腰回りのブラブラが効くかと思わずにやり。最後にタッセルローファーを足元で揺らせば歩くたびゆらゆらとした色気が。全身の揺れアイテムでこの秋あなたもモテる男を目指してみては。ババさんの見方がエロい素敵エロい、ね、この季節鼻炎も入ってくるんでね。いや最高、はいはい、ウェットでよかったですけどいかがですか揺れ。さっきのあの格好宮崎っぽいと思ってもうスカーフも薄手のこの羽織るのも本当これこういうの大好きで、うち犬がねメスの犬、はい飼ってるんですよ。チャチャって、チャチャの前でもこうやってひらっとさせてるんですよ。ペットにまで色気とか誘惑してるんですけど、もうすでにこの格好よくしてますよ。これやっぱり風になびくみたいな揺れってやっぱり色気なんですか、健太さん。まあそれはあると思いますけども、さっきまで岸田さんにブーブー言ってたのにモテる男はあそこが揺れるとか言ってこんなタイトルでいいのかなとか思って。男性のことに対して、ね。もう動くものって。でも僕はやっぱり女性のイヤリングとかが揺れてたりするとやっぱドキッと。しちゃうんで揺れじゃないですけど前女優さんが揺らしてるなあの馬場さんね、ある女優さんがおっしゃってたのは、はい、ここのイヤリングないしなんかこう触るときは、うんこうじゃなくてこうだと逆手に、はいはい、この交差がクロスね、こうクロス直線じゃない方がいいって聞いたことがあります。そんなこと何してんですか何してんですか。いやなんかこう例えば物を取る時もこうやって物を取る時にこうやって取るよりも、はい、こうやってこう直線じゃなく動いた方が綺麗ですね。美しいですね。クロスがいいのよってレストランで口を拭く時とかもこうクロスがいいのよって聞いたことを今思い出しました。なるほど全然知らなかったいやー今日でお別れがもったいないですよ、ね、本当ですよね。まだいつ呼んでくれます。まだなんか深さを感じるんですけど、ね、バラダンを揺らしまくってます、はい、ありがとうございます。ダンディサロンでした。この後はダンディラッキーポイントです。ダンディウェザーの時間です。外の様子を見てみましょう。そして明日のあなたをきっと幸せに導くダンディラッキーポイントはこちら。真っ赤なジャージ。真っ赤でダサいジャージを親子でユニフォームのように着れば一周回ってかっこよく見えるかも。こちらっていうね、この前のが強かったですけどね。そうですね、私こちらファンなんで、はいはい、ちょっと、はい、たまたまの産物、はい、では産物、はいはい、何々系募集しましたが、はい、おたまさん省エネ系女子です。部屋では必要以上に動きたくない。カロリーの消費量がだいぶ少ない私、昨日見に行った上野のパンダの生活が心底羨ましいです。パンダの、はい、生活が心底羨ましい。そしてちょっと GPT さん、私はおばさん系男子です。男性ですが出世欲がなく、おしゃべりやスイーツが大好きで昔から男のおばさんと呼ばれてきました。飲み会でも女子会に呼ばれることが多く、参加してみたら40人中男性は私だけだったこともあります。国会みたいな、多分スイーツもいいと思います。はい、はい、他にもメッセージが届いております、はい、番組にいただきました、はい、パルピーさん、 ありがとうございます。ババさん2日間お疲れ様でした。お堅い方なのかなと思っていましたが、とても愉快な方で楽しかったです。これからもどんどんその愉快さを見ていきたいです、うん、またバラダンにご出演されるのを心待ちにしています。いや本当にね、はい、
いや惜しいですよ。ちょっとまたいつがいいですか？いつにしましょうか。スタッフさんに話しかけるっていう技法があるんだなっていうことを今日こっちが言っていいんだっていう。本当に もしかすると、ね、一番なんか気を使わないタイプかもしれないです、ね、そうでしょ、意外とそうなんですよ。いやでしょうがないですけど、本当に変わらないですよね。馬場さんって全然変わらないんですよ。そうなんですよ。結果質だったりとかと普段とこのままずっとこんな感じですよね。そうなんですよ。すごいな。なぜか気難しい人と見られます、ね、まあ、気難しくなくもないか、イメージねあるのかもしれないですよ。ですね、こんなに深川バリアを簡単にね打ち破ってくる人初めて見ましたよ。本当ですか、はい、でもあれですよ、先週は話しかけないでくれって言われてますけど、ね、いやそれは馬場さん、はい、逆の意味でしょ。そうそう、話しかけないでは一回話して本当クリオネで帰るんですよね。ちょっと疲れるかな、はい、これだと、はい、今日まだきっとまた、はい、あの遊びに来てくれると思いますので、また会えるといいな、はい、クリオネになってるよ。2回でありました。ありがとうございました。ありがとうございました。かわいい。皆さんお幸せに。